日東双雄歌より。日東双雄歌とは、江戸時代の1763年から1764年にかけて来日した第11次朝鮮通信使の一員、キム・インヨム当時57歳、が帰した旅行記である。1764年1月22日、大阪。100万軒はあると思われる家のすべては、瓦の屋根、だ。すごい。大阪の富豪の家は、朝鮮の最大の豪邸、の10倍以上の広さで、塔の屋根で、黄金の内装である。この贅沢さは異常だ。都市の大きさは約 40km もあり、その全てが繁栄している。信じられない。中国の伝説に出てくる楽園とは、本当は大阪のことだった。世界に、このように素晴らしい都市が他にあるとは思えない。ソウルの繁華街の1万倍の発展だ。北京を見た通訳が通信しにいるが、北京の繁栄も大阪には負ける、と言っている。汚れた愚かな地を持つ、獣のような人間が中国の州の時代に、この土地にやってきた。そして2000年の間、平和に繁栄し、一つの姓、つまり天皇家、を存続させている。嘆かわしく、恨めしい。1764年1月28日、京都。町の繁栄では大阪には及ばない。しかしは王、天皇、が住む都であり、とても贅沢な都市だ。山の姿は勇壮、川は平野をめぐって流れ、肥沃な農地が無限に広がっている。この豊かな楽園を和人が所有しているのだ。悔しい。帝、や、天皇、を自称し、子山子にまで伝えられるのだ。悔しい。この犬のような和人をすべて相当したい。この土地を朝鮮の領土にして、朝鮮王の徳で礼節の国にしたい。1764年2月3日、名古屋。町の繁栄、美しさは大阪と同じだ。すごい。自然の美しさ、人口の多さ、土地の豊かさ、家屋の贅沢さ。この旅で最高だ。中原、中国の中心地、にもない風景だ。朝鮮の都も立派だが、名古屋と比べると、とても寂しい。人々の美しさも最高だ。特に女性が美しい。美しすぎる。あれが人間だろうか。楊貴妃が最高の美人だ、と言われているが、名古屋の女性と比べれば、美しさを失うだろう。名古屋の美人が道を歩く我々を見ている。我々の一員は、名古屋の美人を一人も見逃さないように、頭を左右に必死に動かしている。1764年2月16日、江戸。左側には家が連なり、右側には海が広がっている。山は全く見えず、肥沃な土地が無限に広がっている。楼閣や屋敷の贅沢さ、人々の賑わい、男女の華やかさ、城壁の美しさ、橋や船。すべてが大阪や京都より3倍は勝っている。この素晴らしさを文章で表現することは、私の才能では不可能だ。女性の美しさと華やかさは名古屋と同じだ。ご視聴ありがとうございました。